に3回目、自分でもやること甘い。超甘い。なんか今抹茶のなんかやつ飲ん、抹茶のなんかよくわかんないやつ飲んでるんだけど、ちょっと甘すぎるかな。お好み焼きいいな。なんかこれ甘い。もっと苦味が欲しい。なんか抹茶、抹茶なんですけど、ちょっと甘すぎる。これ抹茶じゃないかもしれない。ちゃんとした抹茶屋さんのやつらしいなんですけど、ちょっと甘いかな。美味しいんですけど。苦味が甘い、ただ甘いみたいな。抹茶感がないんですよ。ただ甘い、ただ甘い抹茶、抹茶ラテ。あんまり甘いのは好まない。なんか脂質が 0.3g で、あ、これは飲んでいいかもと思って飲んだんですけど、ちょっとと思いました。甘い。天下街さんありがとう。やばい、お腹がぽちゃぽちゃ。天下街さんありがとう。今日は今から、あ、充電がない。ちょっと今本当に見ても面白くない配信だと思います。多分見ても面白くない配信。ふむふむ。あ、アプリ更新しなきゃ。ちょっと今からね。あ、わかなたん、やっほー、わかなたん。わかなたんは大好きです。シュヘイタン、ありがとう。ドラマを鑑賞したいと思ってるんですけど。神ありがとう。おいしいもさ、もうちょっと抹茶が甘くてやだ。ピエン。今日買い物行ったんですけど、お母さんと抹茶を買おうとして、でも家にあるからいいよって言われたから、家にあるから買わなかったんだけど、超甘かった。買えばよかったよ。って後悔しました。まあでもそんな、そこまでめっちゃ飲みたいって感じじゃないんですけどね。なんかたまには抹茶飲みたいかなと思って。寒い。
わかなたん、ありがとう。どうしようかな。カーテン開いて。やった。でもどうしよう、なんか今ドラマ出てるんで、ドラマ映画の、あ、キャロチュー、キャロチュー、やっほー、流してみる、キャロチューラブ。え、待って、キャロチューさんリアの名前増えてる、嬉しいな。先輩呼びにかかる、舞先輩舞先輩舞先輩、ちょっと君せ顔見たいなって思って、シーズン、え、全部あるんだ。でもシーズン、キミセカのあの映画出たじゃないですか、それをどうしても見に行きたくて、ちょっと誰か一緒に行ってくれませんかね、本当にめっちゃ見に行きたい、本当に好きで、ドラマも。 S 大村さんありがとう、感動、感動です、このドラマ。行こう、若菜たん一緒に行ってくれない？まいちゃんさん、全然全部に、え、偶然めっちゃ偶然、ちょっと運命かもね、一緒に来てよ、ちょっと怖いかも、なんか予告編見たら、え、ちょっとなんか怖いかもと思って、これは一人はいけないと思ってみんなを誘ってみた。その映画気になってる、それは若菜さんと行くしか、え、本当に行きたい、この映画見に行きたいんですよ。でも1話が長いな、確か1話見たんですよね、2話見たっけ、なんかちょこちょこいろんな見た気がする、え、何話見よくなここは絶対2話から1話から見た方がいい気がする、でも1話なんとなく見た気がする、袖掴んでもいい？じゃあ掴みます。でも照井さんはあのカナウタン、カナウタンとこ行くので、多分デート中にあのトイレって言ってカナウタンとこ逃げていくよ。マリさんありがとう、ウェンさんありがとう、カナウタン、こんばんは、中じゃゆみちゃんかわいい、もうわかります、本当にもう本当にわかります、もう本当にわかります、もうなんかなんて言うんだよ、なんて言うんですかね、あの透明感ですかね、なんて言うんだろう、めっちゃ肌も白くて笑顔が素敵で、もう神ですね、本当に、なんてこと、パンは上手できたよ、まさか結婚配信、本当に見ても多分リアの配信見ても楽しくないので、多分
他のルーム行った方がいいかと思います。2月6日2月6日はこれか。え、待って、どういうこと。どれだろう、ちょっと待ってね。あ、シーズン2の、なるほど。じゃあちょっと私ちょっとシーズン1から、あ、でもシーズン1なんか、ね、面白かったね、面白かったねって。でもシーズン1のどこ何話だっけ、忘れちゃったけど、最終話感動したきような、感動した、どうだった忘れちゃったな。そういうコメントはしませんので。見たのか、どんな感じですか感想って言えば。1話の感想を知ってください。シーズン2の1話、キャー、グロいですね。ゴーレム、かわいい、怖い怖い、中島あやみちゃん、いやー、なんかちょっとゾワッとするね、ちょっとゾワッとする。君と世界が終わる日に、はい、あの花の映画見てないんですよ。若菜さん見た？事件プレゼント、ジオシン、いやもう、なるほど、ちょっと待って、リア充くらい、ハロー WW ハロー、今日も立ちんやん。ヒュルマン配信しまーす。パルミさんにはこれ以上言いません。あとリアチューが見て。自分はキャーゴーレム、なんかゾワッとするね。
よしこさんありがとう。自分はてんてんてん。怖い。ちょっと映像がちょっとグロいですね。ゴーレム。ね、ゾンビ。20時間無理かな。ねえやだー、グロいですね。怖い。ちょっともうこれやめます。もうもうちょっとダメだ、これはもう怖い。無理でした、私には。ちょっと一人でこんな、ちょっと怖い。ちょっと一回見たことあったんですけど、ちょっと怖いかも。スマホ投げちゃった。ねえ怖い、もうやめとこう。ちょっとゾッとする、ね、怖かったんですよ。なんか風に出てくるゾンビ、なんかめっちゃ倒されちゃったゾンビが怖すぎて、なんか黒くて、もう NG だね。なんかもうちょっといいのないのかな。あ、これ見ようかな。怖い、竹内涼真さんの。なんか怖かった。ゆいちさんありがとうね。なんかもう怖すぎて、もうイヤホンの取れちゃった全部。うん、おててリアのつないでくださいもうやだー、怖い。龍馬さんイケメンそう、面白い。イケメンそう。あとね、印象残るね、本当に。なんか夢に出てきちゃいそうで。そう、なんかあとあれなんだっけ、桐島さとしさん逮捕されましたよね。めっちゃこう、なんかなんか毎回なんかスーパー行くたびになんかチラシ見て、なんかそのチラシの顔がちょっと怖くて、リア個人的に。でちょっとなんか夢に出てきそうで怖いなっていう。そう、なんかなんかね、怖かった。
急になんか50年ぶり49年ぶりか50年ぶりにね、本当にちょっとびっくりしちゃった。なんか急になんかツイッター見てて、なんか急になんか出てきて、ヒャーってなってなんかそう見慣れたお顔で、なんか見慣れた、なんかよくスーパーとかで見るなんかチラシが貼ってるんですけど、それをよく見慣れた顔なので急になんかツイッターに出てきて、いやーってなって本当にびっくりしちゃった。もう基本そういうの無理なんですよね。ちょっとなんか掃除してね、本当にやばいよね。ね、もうちょっともうちょっと名前出すのやめようね。ちょっとリアから言い出したんだけど、まあちょっとやめようね。ちょっと本当にやばい、本当にもう自分から言い出したのにもう何してんだろう。セバラさんありがとうね。何のドラマ？ちょっとこれは内緒ですね。でも今放送してるドラマなんですけど、ちょ君せかはもう怖くてやめました。多分これ映画見に行けないかも。ちょっとアーニャ見ようかなって、うん、アーニャピーナッツが好き。さよならマエストロってドラマ、なんだろう。リアーニャ今日の俺は嘘さんありがとう。相棒は見てる。相棒ってあれですか、よく3時ぐらいにやってるやつ。トモさんありがとう。え、ちょっとこれやめます。やっぱりドラマなんか本当に自分なんか長続きしない。なんか本当に長続きしない。1分間3分見てやっぱ見ちゃうって。最新ずしよ。いやでもね見れないからね。いやでもやっぱり一番はあれですかね、君が心をくれたから。本当にあれ感動、もう3話も感動でした。見てほしいですね。あれ3話も感動しちゃいました。1話も感動して、2話もまあ細かいとことかまだ見てないんですけど。院内警察ちょっと見て、ああこれだ。へえ、姉ちゃんの恋人してますか？
でもなんか見たことあるんだよね。いや本当に長続きしないドラマは。チュール、茶飯食べに、え、茶飯昨日食べたん。ドラマ見て泣くこと、どうだろうね、難所。ね、ドラマ長いからそう、なんかやめようかなって思っちゃって。銀やん、銀やんってなんだろう。皆さん一緒に姉ちゃんの恋人見ましょう。なんか今 TVer で配信してるらしいですよ。ねるちゃん、え、桜坂ですかね。銀なん苦手かも。ネルさん、ドクターさん、ありがとう。リアチのじ、本当ですか、カノウリさん。パチパチ。パチパチ。パチパチ。こんばんは、たおちゃん。スプーンの水で。スプーン曲がってた。でもなんか学校の給食のスプーンは曲がるっていうよね。AKB グループ、サラみたい。どういうこと、名付け親のモーモン友達ってどういうこと。にゃ今はなん、ワッキーさんありがとう。姉ちゃんの恋人です、可愛い、ありがとう。そういうことね、面白い。サル青ハライド、
1億人にバズれるの投稿してないや、やばい。ちょっと一回投稿させてください。